はい、どうもライスゲームズのライスです。というのやっていきますか。こんな感じになってます。ホークデスミス名前が雑。ホークブリザードレベル35で、まあ能力値はこんな感じです。素早さが飛び抜けて速くて、まあ大体平均200の能力値でプラス8とね。でしたのです。なんでやねん、たまに飛んじゃうんだよな。です。まあ、レベル1だから能力値わかんねえんだけど、まあ、こんな感じであんまりわかんねえんだけど、うん、なんでなんでこんな飛ぶん、どうした、なんか調子悪いな。よし、虫プラス9。どうや、のんきものデスファーレン、ファレーナ、デスファレーナ、あー気持ち悪いね。でした。ミストウィング鳥プラス19。強くない？もう何にも覚えてないし。能力値は？能力値はレベル9。あれ？なんで何も覚えてないの？あれか。牧場に追った状態で放置取ったっけか。よし、じゃあ行きますか。で、とりあえずレベル上げて、レベル上げながらどんな感じかっていうのを見してからの、ボス戦だな。左はクリアしたもんな。よしよしよし。で、こっちの右の方ね。いやー、前回はな、左結構簡単に倒しちゃったから、まあ今回右簡単にいけるんじゃない？もしかして。結構レベル上げたもんね。このまま今日は全部行くつもりで行く。さっきプリンの実況動画撮ったけど、もう、プリンも今もう四天王の前ぐらいなんだけど、今日で終わらせる。今日でガツッと取って、もう先々週めちゃくちゃ休みすぎたからガツッと取ってね、やっていこうかなと。じゃあこれメールさせるか、普通に。たまにはね。輝く息を C のデス防御、ミス防御、ドヤートン、トン、トン。はい、強。チンチンチン。おい、上がり方だ。素早さ8。スカラ。あ、いいね。あ、いいね。いいね。いいですね。口笛。あ、めっちゃ覚える。うわ、10とかなるの。やばいな。チンチンチン。メガンテ出た。なんかメガンテ覚えるようになったんだよな。誰から来たんやろ。メガンテ覚えるようになったんだよ。なんでだろうな。ミス。あら、ミスどんどん技覚えてもいいような気がするんだけどな。スライム叩き。ちょっと技見てみるか。あ、一回セーブしようか。すぐセーブせな、あれだから。違うな。特技だな。特技で、作ると口笛、舐め回し、メガンテ、マヌーサ。あれ、でも最初のあれ覚えてねえな。あれ、ギラとか、どうした、なんか炎の息とかも覚えとったんだけど、おかしいな。もう一体的、あ、俺、あれ忘れた。トカゲの尻尾やったっけね、モモンガの尻尾忘れた。薬草しかねえ。マジかよ。うわ、モモンガの尻尾忘れた。モモンジャの尻尾、モモンガ、モモンジャ、モモンジャの尻尾があると、次のワープ先がわかるんだ。だから、俺は、一回戻らんとやばい。一回戻らないけんのか。うわー。モモンジャの尻尾はね、そこら辺で手に入れることはね、多分ないと思うんだよね。買わんといけんのよね。預けてるんだよな。忘れとったな。てってんてん。百裂な目、不気味な光。ということで、まあ一回戻ってカットしてボスのところに行こうかなと思います。まあ今こんな感じね、レベルとか。もう結構強い。ミスやっぱ強いね。強いけどさ、技があんまり覚えてないんだよな。本来レベル14か、今19か、14になったらめっちゃ覚えるのに、なんか今回全然覚えん、なんで、おかしいな。よーし、ちょっと今17回なんですけど、ほら、モモンジャの尻尾があると、右上に
矢印が出てきてこっちの方にワープがあるよっていうのをねちょっとね見したかったんで、俺これ子供の時使ってたのかな、全然覚えてないんだよ。ももんじゃの尻尾はあのお店とかで全然買えるから、まあ本当やる人はね、とりあえずももんじゃの尻尾は持っておく。全然覚えてなかったな、全然覚えてなかったのか使ってなかったのか、本当にね覚えてない、本当に覚えてない、マジでマジでガチで。ただこれを使うとガンガン先に進めるのはいいんだけど、全然レベル上がってないけど大丈夫かな、全然まだ言わんけど、うん、ちょっと低いかなーって感じ。ほら、ホークとかさ、全部もう、なんだ、能力値200いってんのに、このデスなんて、全体的にもう半分だもんな。レベル23なのに。で、このミスは強いよね。このミスは強いんだよ。なんでかな？しかも、技がね、あんまりいいの覚えてないんだよな。これなんでなんだろうな。1個前はめっちゃいろいろ覚えたんだけど、今回覚え方が微妙なんだよな。いろいろ覚えてたんだよ本当に。なんかイカズチやら、なんか焼けつく炎やら、あーだこうだいろいろ覚えてたのに、なんかなくなっちゃったんだよな。全然覚えなくなった。メラゾーマーすんよ、なんかなかなか覚えないんだよな。これなんか配合の仕方によってなんかちょっと違うんかな、もしかして。いやー死んでるで、結構さやったような気がするんだけど、あんまり強くならんよな。高く飛び上がる、次のターン攻撃いらねえな空を飛ぶみたいなもんか。うわー、そしたら2体で頑張るのはもう結局あれだもん、回復持ってないんだよな。みんな回復覚えてたんだけど、みんな忘れちゃったなんか知らんけど、みんなというかあれ、あいつは覚えてるけど、ブリザードは覚えてるけど、ホークか。ホークは、ホークブリザードは覚えてるんだけど、ミスもデスも全員覚える予定だったんだけどな。全員一回覚えたんだけどな。忘れちゃったんだよ、なんか知らんけど。なんでかな？バグかな？わかんない。何か起こったらすぐバグかなって言うから、すぐ言う。お、いいね。こういうところがたまにあるんだよな。アモール水。世界中の歯、持ってないかな。吹雪の杖強そう。世界中の雫。回復しそうな雫来た。薬草は使って、この腐った肉は捨てて、んで、まあ、アモール水も使っていきの、まあ、拾いますか。カイジの雫はいるわ。アーモール水いらんな。アーモール水は捨てていいかな。ああ、もう。抜くのが遅いな。草谷くん、ゴミ。燻製肉。ああ、まあ、燻製肉はいらんかな。これなんだっけ。吹雪の杖は絶対いるな。アーモール水を捨てるか回復するかどっちかして。てか、雫何？世界の雫。HP 最大限前か。飲み薬。エルフの飲み薬超強いじゃん。最強の飲み薬。危ない。危ねえ。十字キーが下効かなかったの今。エルフの飲み薬強いな。マジかよ。MP 全回復って異常じゃん。トゥッ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 トゥ。勝てると思うんだけどな。さすがにレベル35だし、他の。ですがおるし、なんとかいけるやろ。いけんたいちょっと嫌やな。お、ミストウィング。ホーク。まあ、MP をかなり余らしてるから、なんとかいてつく氷やったかな。それを使いまくったらいけるんじゃねえかなとは思うんだけど。てか、ミストウィングあれだな。MP めちゃくちゃ高いな。まあ、普通に戦う。あ、これガンガン、あ、よかった。命を大事にしとるね。命を大事にするは、攻撃するか回復するか、もう何もしないかのどっちかなんだけど、なんか、うちのホークはね、命を大事にして、普通に攻撃してくれるんだよな。めっちゃ助かる。めっちゃ助かる。攻撃しないやつ結構多いからな。命を大事に選択しとったら。勝手にやってくれる。でもいいよね。これ 2匹の場合はね、経験値ボロクソもらえるから、めっちゃいいんだよな。ちょっと虫ちょっと弱いから、ミストウィングとこのフォークで頑張ってもらわんと。
あれはいいよね、モモンジャの尻尾めっちゃいい。これがあってからもう全然違う。でもモモンジャのその尻尾をフルで使いまくるとあんまり強くならんで、そのままスーっていっちゃうから、まあどっかでボスに負けちゃうというね、そういうデメリットもあるんだけど、命を大事に打ってほしいな。でもガンガンにするとあれなんだよな、攻撃しすぎるんだよな。まあこう普通の攻撃で、よし、普通の攻撃が一番いい。通常はもうエルフの飲み薬でも使うけどね、俺もうピンチになったらガンガン使っていくからな。よし、もうこれでつくかな。でボス戦の前にアモール水を飲んでいくような形でいく。毒は治せない、毒消しとかないからな。あ、ここね、ここで負けたんだよな一回。ホークのレベルはあんまり変わってないけど、この時にすでになんか MP がもうボロボロやったよ前回。でも今回は MP マックス近い、二人とも 80% はあるぞ。ああ、いいえ、なんだお前ら面白くない奴らめ、なんならお前らに火をつけてやろうか。まあ、火つけてもいいよ、両方とも燃えてるから問題なし。さ、これで、あ、危ない、輝く息、そしてメガンではないな、マヌーサー、スライムと、フバーハって氷、まあ不気味な光で命令を全然聞いていない。輝く、トントントン、めっちゃ食らう、56、すげえ食らう、死んでる。じゃあ輝く息のミスはフバーハ全然聞いてないんだけど、輝く息、これだけで倒せるんじゃない、もしかして。強っ、強っ、そっか、真ん中のやつが強いんだ。じゃあこれベホマをミスにして、でもこいつなんか言うこと聞かねえんだよな。ベガンテ使っちゃうベガンテ一回使ってみようか。うん、聞いてない。ミスの攻撃、お、何、2回連続打倒、マジかよ。くー、回復ないしな。え、で、なんこいつ言うこと聞かんの、メガンテ言うこと聞かねえな、こいつ、なんでだ。負けちゃうじゃん、エルフ世界中仲間、ピン、ちょ頑張って、お前しかいないんだ命令聞かねえんだもん。ガンガン行こうぜ、ガンガン行けや、ドラメラゾンマン、うわ、倒せねえ、これは。メラゾーマが強すぎる。ギャーララ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 ラ、なんでこれ言うこと聞かねえんだろう。うわー、全部なくなっちゃった。エルフの飲み水が。まあいいけど、別にいいんだけど。なんでこれ言うこと聞かねえんだろう。野生が多いんか、野生51じゃ、なんで、あんまり、あれかな、牧場に置いとったっけかな。死んだりしたら結構あれだもんな、言うこと聞かなくなっちゃうもんな。ちょっとレベル上げるか。よーし、19回、そして右に行ったら着く。 OK、 さあ着いたぞ。倒せるかな、倒したいな。うーん、 MP こんな感じだから倒せるとは思うんだけどな、なんか負けるんだよな、なんでだろうな、よくわからん、なんで負ける理由がわからん。多分いける。技言えんだよな、マジで。輝く息に。あれで、ミスは、こいつは、野生がなんか50ポイントだったんだけど、肉食べさせておいて、ゼロにしました。フバーハ。フバーハ。スクルト。かまいたちとか覚えてる ?38、22。まあまあまあ。いい攻撃力。ただ、輝く息はとんでもない攻撃力。フバーハってなんやねん。でも守備力上がるのいいやろ。7。よし。全然やな。じゃあ、輝く息からの、誘う踊り。
メザパニーはあれだよな、なんかあれだよな、相手の状態異常ばっかりだよな。はい、メザパニーでいっぱい覚えとったのよな、マジで。ベホマンも覚えとったし、火炎の息も覚えとったし、なんか火炎切りも前にマジン切りも全部いっぱい覚えとったのに、ミス全部忘れ、全部なくなっちゃったからな。なんでだろうな。焼けつき息覚えてんじゃん。焼けつく息進化したらなんか燃え盛る火炎みたいになる。あ、いい攻撃力だね。マヒアド55-61やばいね。マヒアド51なんで2回連続。くっそ、こいつまた1対1だ。まあ、1対こっちのこの1対1はいいけど、メラゾーマ93強っ。輝く一気真空切り何本60。メラゾーマ110101やばいんだけど。ベホマ、あ、素早さ早いのマジでいいわ。心はアールコーダー、マヒャド切り、シュイン57。メラゾーマドゥーン、メラゾーマドゥーン。あー、そういうことか。一旦なんか力貯めてんのか、メラゾーマ。なるほどね。一回、こういう貯めるのがあるのか。ま、とりあえず真空切り言っとくか。なんか貯めたら、回復するか防御すればいいんだよ。で、ベホマ使って、あ、ちょっと、長くなるよ。ちょっと、これは長いぞ、メラゾーマ。まあ、まだ全然大丈夫やな。まあ、真空切り、普通にこういうのがいいんじゃない79。あ、79、普通にこういうのがいいわ。MP も使わないし。ベホマ。そろそろ貯めるか？来た、心を集中させておりますね。回復はしてるから、防御。メラゾーマからのメラゾーマ。いいじゃん。したら攻撃。一回攻撃 C のメラゾーマで回復。これ、ほんと間違ったら終わりやな、ベホマして。うわ、でも MP 足りるかな？ MP 足りるか分かんねえから。ん？さっき何したっけ？ベホマやったんか。これ薬草使ったらどうなる？よし、攻撃してくれるね。あー、出た。また溜めてるな。で、防御。メラゾーマからのメラゾーマ。したら、アイテムどんどん使っていこう。アモール水をホークイン使って、多分攻撃してくれる。よし、いいね。またか。ちょっと防御、これ防御できずにメラゾーマ2回連続だったらやべえな。ここでベホマ使っておこう。ベホマをトン回復、普通の自分のアイテムの、うわー、アイテムの回復とベホマをほんと間違えちゃいけんな。ここだという時にちゃんとベホマちゃんとやっとかんと。で、これでアモール水、よし、メラゾーマ、関係なくアモール水。なかなか死なんな、この魔王の使い。アモール水ガンガン使って。まあ、アモール水いいね。うえ。相手の方が早かった、なんか。でも大丈夫。こっちの方が早い。ベホマ。よし。ちょっと怖かったけど。で、アモール水使って。また溜めてる。いつ死ぬんこいつ、めっちゃ勝てんだけど。ボギュ、受けない受けない、最高。じゃあここは一旦攻撃で攻撃して、うげげー、倒したか、強かった。1万5000だと、めっちゃ経験値もらった。うえー、じゃあ味方が弱いよ、煮るなり燃やすなり好きに仕上がれ。うぐー、うわ、これ誰か合体させんとダメだな。ちょっと味方が弱え。の前にあれか、コロシアムかな。ルーン。おお、出るよ。魔王の使いを倒したか。何、悪い誘いにも、悪い誘いに物足らず、あやつを倒してしまったと。そうか、サナトの心を映したは、マダンテ並みじゃな。マダンテ使ってないな。その前に死んじゃったからな。味方ちょっと弱えな。なんでこんな弱くなっちゃったんだろう。めっ
ちゃいっぱい持っとったのにな、強えの。で、多分次コロシアムと思うけど、一旦見よっか。あ、で、次コロシアムでいいね。まあ、とりあえず一旦見るっていうのは大事だから。じゃあ、コロシアムそのまま行きますか。多分行けると思うけどね、一手つく氷あるし。なんか、HP めっちゃ上がったな。289だと ?289 だと ?A クラス。はい、金が足りない。マジかよ。金いるんか。じゃあ、俺のフルアイテムを売りまくってから、5000円貯めますか。セーブ。よし、5000円貯めてきたよ。とりあえず、なんか結構、お金は、預けてたんで、金はあるんだけど、勝てるかどうかなんだよな。勝ちたいね、ここ。ちょ、勝って、次サクッと行きたいんだよな。まだだって右のボス一回行っただけだもんな。全然進んでねえな。全然進んでねえぞ。なんかガンガン進みたいんだけどな。ご来場の皆さん、格闘場上へ、ようこそ、来てくださいまし。キメラ来たー。あのキメラが欲しいんだ。あいつ回復持ってんだよ。てか、うちのメンバーの前は強かったんです。あ、なんか弱そうな敵だな。あ、やべ、間違えた。あ、弱い。本気出さんでいいな。本気出さずに適当に戦うでいいな。おい、いけいけ。これ、特技を使うなになってんのかな。いいね。特技を使うなでも全然問題なし。第1回戦は挑戦者の勝利でーす。まあ、楽勝ですよね。A ランク。楽勝なんですけど、能力値的には超強いんだよ。ただ、技が弱いだけなんだよ。技弱いっす。で、うわ、なんか強そう。じゃあ本気出しますか。ガンガンガンと。いてつく氷。輝く息か。輝く息。ドン、ドン、ドン。はい、強い。はい、最強。もう余裕です。やばい。いや、もうこのまま攻撃。凍てつく輝き。味方の回復持ってないからな。デホマーラー。お前そんな持ってんの強い。じゃあ命を大事にガンガンガンとハッスルダンス。バギクロスで一回ガンガンと。ちょっとレベルが低いもんな。ミスもデスも。じゃあ、ハッスルダンスかな。デホマーラーやべえな。全回復しようかな、あいつ。で、ガンガンと。マヒャド斬り。マヒャド斬り。55。いけいけ。41。よし。チンテルテンテンテンテルテン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 。輝く息もうちょっと頑張ってほしいけどね。うわ、弱そう。え、これが A の最後？一番弱そうなんだけど。変えるとマッシュルームが2つ？余裕じゃん。輝く息で終わりじゃん。ガンガンガンと。ドーン。170。強っ。でも次で死ぬんじゃない？あ、ホーク眠っちゃった。ホークもデスもミスもデスもみんな、みんな。あ、やべ。ホーク。強い。うわ、ミス。ミス、ホーク。ミス、ホーク。ミス、ホーク。ホーク。ホーク。ホーク、何やってんだよ、ホーク。ホーク、頑張れ。ミス、やるね。あ、やばい。命を大事に。目覚めたけど、ハッスルダンス。よし。ハッスルダンス、もう一回。ホーク。普通に攻撃。あー、大丈夫か？あ、やめて！ハッスルダンス！ガン。ガン。間違えてる。操作間違えてる。でも勝った。よかった。操作間違えてるけど勝った。よかった。ギリギリ。ガンガンと命を大事に選択するモンスター見せとったね。危な。危なし。勝ったー。よくやった。A クラス勝ち抜きじゃぞ。迷いと裁きへの、迷いの森。迷いの森ちょっと覚えてるぞ。よっしゃ。じゃあとりあえずもうサクッと。じゃあ上に、あ、キメラの翼はいらんか。もう、もんじゃの尻尾1個あったら十分よ。多分いけるはず。
今度左のところね。うわ、右のところどんなんだろうな。ちょっと気になるけどな。あ、ここも二つね。迷いと、これなんか、ここは迷いと裁きの部屋です。右が裁きで左が迷いの扉。なんかさ、迷いの扉なんかさ、ヒントがないと、なんか、次行けないとか、そんなんじゃなかったかな。まあいいか、とりあえずここの、ボスを、ボスというか、敵見ますか。まずはモモンジャの尻尾でガンガンやっていくと。こんなんで勝てるかな、マジで。技弱えんだよな。技弱いポケモンみたいな感じで進んじゃってるけど、大丈夫かな。まあ弱いポケモン、技の弱いポケモンではね、いい感じに戦ってきたからなんとかなるだろうと思ったけど、なんとかならんかもしんない。なんか闘技場来たな。闘技場たまに来るんだよな、これ。ガンガン行こうぜ、命を大事にじゃなくて、ガンガンガンと。一発で倒してほしいな、これ。うわぁ、倒せんか。うぅ、回心。43、いいね、攻撃力高いね。あ、よかった。これで輝く息とかしたらもったいなかったな。これ3回戦あるんだよな。これが厄介なんだよ、マジで。うわ、ブチキングブスブチキングってブスよな。ごめん、ブスとか言ってごめん。かわいいかわいい。ブスとか言ってごめん。かまいたち。で、これで攻撃攻撃と。え、オッケー。これで MP をちょっとでも。かまいたちは真空波になった。いいねいいね。真空波とかさ、いいよね。こういうの、こういうの好き。こういうのスコ。でガンガンガンと。HP289 あるの。うん、一発。うお、真空波がかっこいい。真空波かっこいい。かっこよ。いてつく輝く息もかっこいいけど、真空波いいね。おお、真空波いいね。うぃうぃ、経験値もいっぱい。じゃあねー。次の商品は吹雪の杖だ。いいえ、それではまた会う日まで。じゃあね、一生来たくねえわ。はい、よし。じゃあミミックの可能性があるんで取りません。多分ああいう宝箱の方がいいアイテムが入ってるから、こっちは取る。アーモールス、いいアイテムじゃなかった。全然いいアイテムじゃなかった。これセレクトをね、押しながら進んでいくと、一回セーブしようか。たまに止まるからな。最初、今回の動画の一発目、あれだからな。死ぬほど止まったもん。止まりまくったから。セーブしないとちょっと怖いんだよな、マジで。急に止まるからな。ぐいって。どうしようもねえから、止まったら。でもまあ、こんな感じか。カットするか。よーし、24の23階に来て、さらになんかこいつがいるから、こいつ戦います。イエーイ。その前に雑魚戦。お、あいついるじゃん。デスフィナーレみたいなやつ。ピノフィナーレみたいなやつ。真空波。これお前じゃねえんだよ。お前らはどうでもいいんだよ。あ、じゃあ一回これあれだな。全回復ハッスルダンスをした後に、あのキャラクターと戦いますか。キャラクター？トレーナー？お、全然知らねえ。ホーク！よし。いいぞ。レベル28。さあ、まずこいつ。はい。良い魔物を捕まえておるな。一つ、お手合わせを願おう。これたまに死ぬほど強いぞ、おるからな。うわー、強そうまずはこれ、いてつく？じゃあ、輝く息。何回間違えてんの？これ真空波かな。真空波ないな。じゃあフバー波、まあ、よくわからんフバー波ね。でこれで真空波。ちゃんとあれやな特技見よう。手つく息はいいね。一発真空波。これ左のやつ死ぬんじゃない？42。これ死んだね。あんまりあのメタルのやつ強くないななんやねんフバー波って。ちょっと見るか。はい、弱い。1714ホーク、レベルアップ。無念。キメラの翼、吹雪の杖、あざす。ちょっと見るか。一回セーブして、ちょっと見よっか。特技。ベホマは回復、輝く息は強いやつ。これ、
ラリフォーマーは全部眠らせる、ルカンナは敵の防御力、真空切りと魔法切りがいらんな、力を貯める、うーん、力を貯めて輝く息したら強いんかな。メガンテはよくわからん、なんか使えんというか、なんか言うこと聞かんけ。マヌーサはまあ砂かけ、これいいよね、マホトラ踊り。メザパニ、メザパニとマフーン、マフーンはどういう感じだ。スライム叩き、スライムに対して大ダメージ、不気味な光、敵を魔法に弱くする。あ、こんなあるんだ、敵を魔法に弱くする、これめっちゃいいじゃん。輝く息、じゃあ一旦力を貯めて不気味な光をやった後に輝く息で真空波、やば、息のダメージを減らす、あー、そういうやつなんだ。フバーハ、誘う踊り、愉快な踊りで敵を誘う、不思議な踊りを歌った、踊ったか。でこれはスクルトは、まあ、防御力、口笛、あー口笛いらんな、舐め回し、真空波いいよね。あー、ターンの最後に大ダメージ、気合を貯める、ターンの最後に大ダメージ、よくわからんな。すごい光で目くわし、太陽拳、焼けつく息、敵を焼けつく息、焼けつく息、敵をまひらせる、真空波ぐらいしか使えんよな。まあ、眩しい光とかね、砂かけと一緒だから強そうなイメージはあるんだけどな。まあ、とりあえず行きますか。でちょっとアイテムとかで回復させておく。ドゥッ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 って最後ここなんだ、めちゃくちゃいいじゃん。で倍速にして回復HP300 いいね、いいね、ブリザード、ホークブリザード、ホーク勝てるかな、一応セーブしとって、もうセーブする意味ないけど。何時は魔物を酷使、何度も全滅させられたな、させられました。魔物をひどい目に遭わした罪を認めるのは、いいえ、口で言ってもわからぬか、ならば身をもって味わうがよい。パン、アクバーアクバー。じゃあさっきの言った通り、力を貯めた後に、フバーハ、フバーハ、息を弱める、息を弱くする、息を弱くする、んで真空波の前に気合を貯める、もう一回やってみようか。イオナズン強っ弱っこれで輝く息にして、これ一回ミス防御にしようか。でデスは多分死んじゃうから、まひらせる、眩しい光、やばい、129、眩しい光、うわーこれ大丈夫かな。眩しい光がどれぐらいのもんかわからんもんな。一回ハツルダンスで防御、防御、防御なら一回耐えると思うけど、ミスは、あれあれ、デス死んじゃった、あ、まあ、デスはいいか。でこれで輝く息どうなんだろう、一発やってみよう。不気味な光、不気味な光なんだっけ、まあいいか。メザパニ、こういうので、うわーまたなんかやってる、123、あんまりだな、効かないんかい、あんまりやな。でもう一回輝く息で、マヌーサ、イオナズン、イオナズン、はい終了、そりゃ死ぬわ。え、ちょ、味方が弱い、え、なん、俺めっちゃ強くなった気がしたんだけど全然強くなってないな。てか最後のこのミスとデスが弱いんだよ普通に。イオナズン、イオナズン、うん、てかホークだけでいけるな、ホークだけいけるな。輝く息じゃなくて、あ、待って、これ道具使おう。うわ全然ないじゃん回復、
世界樹の、うわ回復ねえの言って、じゃこいつするか。あーやばい、これ防御しかない、やめて、左左と、うーん一回回復しよっか。300あるからな、回復してもいいはず。イオナズン回復最高、相手の方が早いんだ。で一旦戦うで70、イオナズンな殴る、イオナズン相手がたまに早いんだよな。ただそんなことはお構いなしにベホマ、あーぬぬ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 ぬ、あれなんかね味方が弱いんだよな、おかしいな、もうちょっとレベル上げるべきなんかな、おかしいな、もうあれかな、レベルや低いやつと配合させたからさ、こんな弱くなっちゃったんかな味方。ベホマとか覚えとったのに、なんでこんなザブになったんこいつら。おいデス、デスが弱い、ホーク鬼、なんだこの鬼、途中加速、お一度も仲間に しちゃうじゃあやるわ。頭中仮想強いんかな、頭中仮想強くなってほしいな、頭中仮想強いんかな。で、オスメスどっちでもいいから生まれてきてもらって、頭中仮想、頭中仮想、頭中仮想、まあ頭でしょうね。はい、これちゃんとあれなんだろうな、その牧場には行かせずに育てるといい技を覚えるんではないかと思う。俺がさっき使えたの何だっけ？デス。デスとミス。デスミス。金や、金やってなんだ？キメラ！あ、キメラ来た！キメラ来た、キメラにするに決まってるだろうが、お前バカが。キメラにするよ。これで、絶対にベホマが覚える。やったー。ベホマこれで覚える。で、一回レベル上げて、お、しかもメス最高。キメで。しゃあ、これいけるぞ。あー、モモンジャの尻尾は持ったんやな。ちょっとキメラの翼だけ買って、ちょっともう一回、あそこ行ってみるか。もう一回あそこ行ってみるかというか、これでいけるんじゃないかな、もう一回。倒せると思うんだけどな。キメラの翼買って、で、一旦戦おう。一旦戦ってレベル上げて、あいつ勝てると思うんだけどな。これで一回セーブして、で、モモンジャの尻尾で上に行くと。さあ、来い、敵。頭中仮想が強いだろう。うわ、これ。これは嫌やな。じゃ、こっちからで。もうつくんじゃないか。うわ、つかない。うわ。うわ、こう乗りたくない。10くらい。うわ、うわ、痛い痛い痛い。死ぬ。死ぬ。しかも、すぐ出てくる。弱い。雑魚。ホーク46、危ねえ、とうに途中加速を超えされたって死んどったじゃん。え、まだ死なないの、ギャース、マジかよ、敵強っ。あ、でもこれとうめっちゃレベル上がる。663258、いいね。スカラが覚えて、え、いつもいっぱい覚えるじゃん。作るとなめ回し、なんでマメ、舐め回しとかよくわからないと覚えるんやろ。麻痺攻撃。ゴミなんだけど、覚えろ。いつもなんかいい技覚えてるのに。しかも、キメラが死んだんか。マジか。で、一旦あれだな。これ、輝く息にして、もうがっつり、がっつり行く。また死んでるし。がっつり行って倒して、で、一回戻ろう。戻って、でもう一回キメラの翼で、多分このままじゃ勝てないから、まあ、次やるとき次回だな。ただ
もうちょっといい技を覚えたっていうのを見せてからやめたい。いや、いい技覚えるはずなんだよ。で、キメラ多分いい技覚えるはず。てか、能力値の上がり方が微妙だな。なんかもう、レベルが低い気か？もうちょっとガッツリ上がってもいいと思うけど。ガツーンと。がっつり上がってもいいと思うんだよ。はい。お、途中仮装おるやん。気持ち悪い。途中仮装あんなんなんだ。気持ち悪いな。で、輝く息にして、で、こいつら防御しよう、普通に。防御で。見守ってる、輝く息。トーン。よし、途中仮装は死んだ。で、これ防御で、はい、輝く息、トーン。よし。1050。なんか覚えろ。気合い貯める。ゴミなんだよな、眩しい光。ゴミなんだよ、覚える技が。魔法規定。まあ、構えたち覚えるんか。で、百裂なめ、ゴミなんだよな。あ、構えたちね。百裂。なめ回して守備力ダウンする。まあ、悪くないんか。受けた分、これ強いじゃん、魔法規定。魔法規定強いじゃん。口笛絶対いらんわ。とう。うん、木村、来たよ。メガンテ、なんかしゃんけんメガンテもいる。ホイミ来た。これ、ホイミ。キメラはホイミ覚えるの知ってる。冷たい息来たー冷たい息来た。やっぱキメラか。お、ラリフォン覚えた。毒攻撃、いいね。毒攻撃はいらんか。あ、気持ちいい。マヌーサ。おわ、ベホイミ。氷の息。不思議な踊り。不思議な踊りはいらんけどな。メザパニ、メザパニ、スライム叩き、スライム叩きいらんな。なんかいいの覚えないんだよな。でもまあキメラはまあまあ悪くなかったね。じゃあ次回はとりあえずもっとレベル上げよう。もっとレベル上げて相手をボコします。いや、もっとねいい感じになるかなと思ったんだけどな。全然やったわ。もっと強いと思ったんだけどな。おかしいな。もう1時間ぐらい。倍速の1時間って4時間よ。結構やってるんだけどな。